最初のうちはついね、涙ぐんだりしたんですよ。ひょいとなんか思い出したりしてね。こうちょっとした歌とかね、聞こえたりするとね、こう思い出すんでしょうね。悲しくなるんですよね。私がよく泣くんですね。そうすると、なんで毎日涙が出るのかとかね、言ったけど、なんで泣いたかっていうと、なんていうのか、寂しいとかじゃなくね、ちょっとこう、やっぱり親不孝だななんて思って泣いたんだと思うんですよ。親に悪いことしたなとかね、思うんですね。やっぱり遠くにいると、日本のいいとことか、お友達とか、兄弟とか、いいことを浮かぶんですよね。だから、やっぱり、それでこう、涙が出たんでしょうね。